はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。環状線からね、国道406号線に入りました。まあね、左側にね、三塩庵っていう、和菓子屋さんがあるんですね。あの看板かな。こちらですね。ちょっと入ってみますね。すごいね。甘納豆を買ってきますね。お店の中は撮影できないんで、ちょっと待っててね。なんか高いね。なんかすごいね。一般的な甘納豆はちょっと さすがに一箱3000円のは買えなかった。半分。猫がいた。ここね、金井淵団地っていう団地なんですよ。県営住宅と市営住宅があって、私はね、県営住宅の方を住んでてましたよ。こんなに素晴らしい場所になるとは思わなかったね。もうあれからかれこれ小学校の3年生からやってきたからね。すごい昔だね。これからどこへ行くんでしょうか、私は。参ったな。あ、そっかそっか。18号に出なくてはいけないんですね。はい、わかりました。エリカちゃんの好きな車載撮影しなくちゃならないんで、ちょっと左折しますね。これヘビ坂っていう坂なんですよ。確かにすごい。こんな、西部小学校だって。
まだここの交互通行はしばらく続きそうですね。128だって。このね、126っていうのはね、会員価格ってあるけど、なんかあれですよね、キャッシュレス払いみたいな、まあ、そういった人の、まあ、割引ですね。キャッシュレス社会。そうないでたちですね。上に払わないとおじさん風邪ひいちゃうかもしれない。まだまだ冬とは言えませんね。よく厚着して汗かいてる人いますけどね。18号線ですね。正面はね、まあ、妙義山、まあ、左の鉄道はね、信越本線。そこを入っていくと、まあ、左に入っていくと安中駅。
浅間山。綺麗だね。あまりね、よく場所がわからないんだけどね。まあ、大桁緑地公園かな。ちょっとそこを行ってみますね。はい、松井田の方に入りますね。あまりね、妙義山の方に近づいちゃうとですね、まあ、戻るような感じになっちゃうからダメなんですけど。今度はね、県道51号線っていうのを見つけなくちゃいけないんですよ。51号ね。これ33ですね。妙義神社の前あたりから、まあ富岡方面へ行く道なんだけど、その51号線の途中にあるんですよ。難しいですよね。まあ、地図はね、あることはあるんだけどね、ちょっとよくわからないんですよね、端っこの方で接続箇所が出てないから。ここはちょっと曲がってみますね。217。シルバーゾーンだって。本当高齢社会になってるからね。はい。磯辺に戻っちゃうから、まあ右に行くしかないんだけど。
すごい宮城さん。あ、ちょっと駅入ってみますね。ここにね、松井台駅があるそうです。どっちかな？こういった感じの駅なんですね。ほうほう。これは、信越本線 JR です。このマップにも載ってるかな？載ってないかもしれない。はい。水位川。ここまで来ると宮城さんが近いよね。ここら辺は SL の撮影スポットとしていいかもしれませんね。曲がってみましょうか。どっちみちこの広い道に出ちゃったね。あ、薄い静止。そうですね。左手ありますね。まぁ、ちょっと行ってみますね。信越本線ですね。右ですね。これはまっすぐでいいのかな。本当にこっちですかね。
当に？ああ、こちらかもしれませんね。水星市。ああ。いませんね。それじゃあね、薄い精子、まあ現在も、あ、クワがいっぱい。そうだね、何やっともあれ。クワをちょっと写真だけ撮ってきますね。どっちへ出ればいいんだっけな。今度はね、富岡の南の方へ行きたいんですけどね。また近くなったらね、今行こうとしているのは大桁緑地公園です。はい、こんな感じ。一時停止です。右折はできませんよ。ここは本郷寺。よいしょ、オッケー。まあこんな感じになるのかなっていう予想はできてたんですけど、まさしくその通りになっちゃいました。新堀ですね。やっぱり51号線だね。まあまあ、でもあとは51号1本で、まあ案内が出てきたら左折して大桁緑地になると思うから、ですよね、しょうがないもんね。松井田下仁田線ですね。まあこっちは松井田だから、まあ、進行方向が下仁田方向です。
は、インター入り口？え？インター入り口？え？びっくりした。まあ、左側がインターチェンジなんだね。T 字路どっち？ちょっとミスったような気がする。これ県道51号じゃなくなってますよね。あ、51号だ。あ、今ね、太陽はね、右から差してるんです。大桁緑地もね、まあ、右にあるんですよ。え？右？ちょっと待って、本当にミスったかもしれない。左かもしれない。213になっちゃった。やば。
なんかね、この道をまっすぐ行って、まあ、富岡を出る寸前に左へ入るところがあるみたいですね。今、あん中を出て富岡に入ったばかりだから。竹林、30キロ。すごい株。まだまだ51号線、直進です。北山だそうです。あ、匂い、青少年、自然の家だ。本当にこっちの方は来たことないかもしれないね。51号左ですね。妙義町菅原だって。ずいぶん遠いね。ずいぶん遠いんだね。
99-51。まだ直進ですね。なんか山深くなってきましたね。この左の案内板は何ですか？大桁ダムですか？緑地公園ですね。あー、よかったー。大桁橋。あー、間違ってなかったね。あー、よかった。もうそんなに離れてないと思います。でも危なかったね、あの時ね。すすきのが原。燃えてる。あ、ビニールハウスで温めてるんだね。すごい逆光。まだ直進でいいですか？まあ、右に大桁国有林。城の館1キロ先、まあ、古城の館って何なんですかね。大桁湖っていう湖があるんだけど、
まあ、ちょっと写真だけ撮ってきますね。はい、小滝っていう滝があるんですね。なんかまあ、日差しがないと寒々しい感じになってますね。あ、熊の出没ね。でしょうね。これが古城の館ですかね。あ、湖あります。あ、よかった。ちょっと古城の館の駐車場かもしれないけど、大桁川砂防事業の概要。大桁湖大桁緑地公園に着きました。